こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は、私の我が家のちょっと面白かった2歳児の話をしたいと思うんですけど、私2歳の孫がいるんですね。リリちゃん面白いんですよ。よう喋るんですけども、もうすぐ3歳なんですけどね、まあ、2歳児の話す言葉ってなんて、どういうことっていまいちまだ聞き取れない。でも本人は一生懸命喋るんですけどね、分かってあげれないっていうことがよくあるんですけど、もう大爆笑の話があったので皆さんとシェアしたいなというふうに思います。頑張らんでいいです。適当でーぜー。 You give my life color, you give my life color, 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 you give my life color.私は料理がねすごく好きなんですけども、まあ、子供たちカレー最強やね。12人育ててきたけど、もうカレーはほんまに最強。もうなんなら幼児期なんてもう毎日カレーやっても喜ぶし、レトルトのカレーをご飯熱々やから、それに私湯煎もかけずにレトルトのカレーをそのままブチューって熱々のご飯の上にもうブチューって出すんですよ。もうそれで出したらちょうどいい感じに冷めててめちゃくちゃ楽。もう1分クッキング1分もかかってないよね。ただレトルト切ってブチュってしただけっていう。でもそんなカレーであっても子供たちは美味しい、ママありがとう、ママの料理美味しいとか言ってくれて、低温で作ったものの方がウケへんくって、そんなレトルトカレーの方がウケるっていうね。なんか顔引きつるわ、いえこちらこそみたいなね、そんなことがよくあるんですけど、まあ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 そういうこともあるんだけど、今回はまあカレーを作ったわけですよ。まあ簡単やしね、で 2,3 日いけるしっていうので楽やしっていうのでカレーを作ったんだけど、まあ子供たちが喜んでほしいなっていうのがあるから、ちょっとおしゃれに夏カレーを作ろうかなと思って、で子供のやつって大体まあ甘口が定番やと思うんですけど、私はそんなにしません。はい、もうカレーは上の子たちに合わせて中辛なんですね。で中辛なんだけど、子供たちにはその中辛のカレールーをご飯に対してルーをちょっと少なめにやって、で上に溶けるチーズを振りかけて、でまあこれアレルギーある子はダメなんですけども、生卵を混ぜて入れ投入して混ぜたら、いい感じに中辛のカレーがマイルドになって甘口風になるんですね。で嫌がることないんですよ、みんな食べるんですよ。これ1歳児でも食べるんですよ、中辛なので、私はもうそんな面倒くさい甘口と中辛と別々に作るとかもやらないんで、もう中辛1本で作ります。で、まあ、今回も中辛のカレーを作ったんですよね。で夏カレーでちょっとおしゃれにしてあげたいなと思ったから、その子供たちのやつにルーをかけて、そこにこう枝豆をね、子供枝豆大好きなんで、枝豆をずらーってこう筋状にこう置いてあげて、で真ん中にこうブロッコリーをポンと置いてあげて、でミニトマトを半分に切ったやつをチュンチュンチュンとこう綺麗にやってあげて、ほんで、カレーと反対側のところにチーズ入りのスクランブルエッグを作って、それをこう添えたんですよね。でめっちゃ綺麗、もうカレーの茶色にブロッコリーと枝豆の緑がありの、ミニトマトの赤がありので、スクランブルエッグチーズ入りの黄色みたいな、むっちゃ見た目にもう映える、もう SNS どうぞみたいなね、そんな感じのカレーを作ってあげて、自分で作りながらすごい満足してたんですよ。あ、かわいい、めっちゃ綺麗みたいな。で子供たちってやっぱりこう色とりどりのもの大好きだから、カラフルなの好きやから、子供ってねきっと喜んでくれるわと思って、はいどうって言って出したんですよ。でまあ5歳のトトちゃんなんかは、おいしいおいしいかわいいって言って食べてくれて、まあ、ねねちゃん1歳はまだわけわかってないんで、ぐちゃぐちゃにしながら食べとって、で2歳リリね、これがそのカレーを一口食べて、で何を言ったかっていうと、このチャレチャラいんだけどって言われたんですね。でもこのチャレ、まあ、これはこのカレーやろうなと思ったんやけど、チャラいんだけどって言われて、その言い方よ、2歳児のチャラいんだけどこのカレーどこの、ね、女子高生やねんって思いましたけど、チャラいって言われたんですよね。でチャラかった、何でもチャラいのったら、チャラいっていうのね。で何かよく分からへんかったんですけど、チャラいっていうのは、そもそもこうカレーってなんか茶色で、まあ、落ち着いた色で定番のご飯で、そんなカレーおしゃれかって言われると、まあカレーじゃないですか。あまりねおしゃれではないよね、カレー。そこに対して私が黄色とか緑とか赤とかを入れて、めっちゃこう浮ついた色にね派手にしちゃったから、だからチャラいって言われたんかなとか思ったり。でチャラいってそもそもどういう意味かというと、調べてたんですけど、ほんなら浮ついた状態だと、はい、でチャラチャラしてる、チャラチャラっていうその擬態語を形容詞化した
俗語がチャライっていう風に言われてるんですね。まあもちろんこれは正しい日本語じゃないし辞書引いても載ってないんですけどね。 でもみんななんか日常的に結構使いますよね、チャライってね、うん、だからまあ TPO をわきまえながら使う俗語なんかなとは思うんですけど、まあ見た目にチャライとか態度がチャライとかね、こう派手な感じでこう気崩しすぎてて、でなんかすごい親しげで必要以上にめっちゃ明るくてめっちゃ話しかけてくるやん、距離感とかないのっていうようなね、なんかそういう人っていうのがチャライの代表格になるんかな。あとはボディタッチがやったら多いとかさ、でなんかその場限りで生きてるような、なんかそういう雰囲気を醸し出してる人、あんまり深く考えてないよねみたいなね、そういう人がチャラいっていう風に言うんかなと思うんですけど、まあリリちゃんが言うには今回はその人に対してのチャラいではなくて、カレー、私が作ったカレーがチャラいんだけどっていうね、はい、カレーがチャラかったらしいんですよね。でまあもうほんまにその色合いがガチャガチャしてたからね、派手にしちゃったからそれがもうチャラかったんかなとか、カレーのくせにカレーって地味な感じやのにそれをこうおしゃれな派手な感じにしたい、おしゃれな感じがチャラかったんかなとか、それとも私が気を使ってですね、すぐに幼児ちゃんたちが食べれるようにってある程度冷まして出してあげたわけですよ。ほんならやっぱチャラい人って距離感を測らずにガンガンに来てすぐに親しげになるっていうのがチャラいから、そのカレーも冷ましちゃったことによっていい感じに冷めるまで距離感を持ちながらだん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 カレーに近づいていって ようやく食べれるっていう状態がいいのに、いきなり冷ましてるからいきなりガッツリ食べれちゃうやん、これ距離測らんといきなり親しくなっちゃうやん、チャラいやんっていうことやったんかなとかいろいろ思ったわけですよ。でチャラいといえばですね、話ちょっとずれますけど、うちのマークさん、はい、うちの旦那さん、まあ、チャラいんですよチャラいんですよ。でもチャラいって言われるとだからあんまりこう好意的にね捉えられない人も多いんかな、チャラい、いやもう嫌なんだけどみたいなね、あのそんな風に捉えられたりするんかなと思うんですけど、私はそのマークのチャラさっていうのがすごく好きでね、これでチャラい人っていうのは優れた点もすごいあるんですよ。というのもマーク、まあ、コミュ力半端ないっすよ。ほんまに初対面の人にもすんごい親しげにブワーって仲良くなっていくし、で聞き上手、あのガンガン行くだけじゃなくて相手が喋りたいことっていうのをブワって見極めて、その相手の喋りたいことをブワーっとね上手に聞き出してね、はあ、はあそうなんですね、あなるほどねみたいな、ね、聞き上手になるんですよ。ほな相手は自分の興味のあることを喋って、それを相手がほんほんってすごいこう聞いてくれるから心地よくなるよね。ほな心どんどん開いていくんですよね。聞き上手でもあり、そしてコミュ力がやったらほんまに高くて、で自分のその楽しくエンターテイナー的なその要素があるから、相手をとにかく喜ばせたいとか、あの楽しくさせたいっていう、そういう気質がすごい大きいんですよね、マークって。これはある意味才能やと思ってて、このチャラさ、これがあるからきっと過去のいろいろやってきた仕事もマークは成功を収めてると思うし、これチャラさゆえやなと思うんですよね。だから私こう見えて実はものすごい人見知りなんですね。なのでそのマークが人に活気を与えたりとか人に喜びを与えたいっていうね、こういう要素、エンターテイナー的なチャラい要素っていうのは私としてはまあ性格やできないんですけど、見習いたいな、すごいなっていうふうに今思っています。だから私の中ではチャラいっていうのはそのネガティブなものばっかりではなくて、いい意味でのチャラいっていうのはどんどんこうね、吸収していきたいなっていう、そういうものに思ってるんですけど、まあ、今回はカレーに関してですけど、このマークと同じような感じですね、彩りとりどりのカレーっていうのはエンターテイナー要素、この映えるわけだからエンターテイナー要素が映える、そういうカレーっていうのはチャラいかって言われたらチャラいのかなみたいな、すいませんっていうね、うん、まあ、地味な子の方がいいっていう子もいますからね、中にはね、目立ちたくないっていう子もいるから、リリちゃんからしたらこのチャレチャラいんだけどみたいな嫌やったんかな、すいませんねみたいなね。でも私としてはこうね、可愛い可愛いお孫ちゃんですからね、リリちゃんは、はい、リリちゃん喜んでくれるかなと思った、このバーバのね、バーバって自分で言うと嫌なんですけどね、ひさこの愛、はい、この愛を届けたくてチャラいカレーを作ったんですけど、チャラいって言われてしまってごめんなさい、すいませんでしたみたいなショックやったっていうね、そんな話なんで、まあそもそも2歳児がですね、どこでそのチャラいんだけど言い方よ、チャラいって可愛く言うんじゃないですよ、このチャラいんだけど
どこの2歳児がそんな言い方すんねんってね、まあ、よくよく考えたらうちの、ね、長女がね、まあ、20歳で産みましたからね、若いお母ちゃん抱えてたらやっぱりそういう言葉遣いになるんかねとか思いながら、でも過去ずっと思い込めてみたらね、うちのね、あの子供たちみんな2歳ぐらいの時ペラペラ喋ってる子、やっぱすごいなんか大きい兄ちゃん姉ちゃんがいるから、その女子高生とか大学生ぐらいのほんまになんかこうイケイケの若者が使う言葉っていうのを使いこなすんですよね。で2歳にしてなんかこんなんとかするし、ハートとかやったりもするし、もうなんかどこの女子高生でしょうかみたいなことを言う、うん、そういう要素はあったなと。だからみんながアンパンマンとかウェーとか言ってる時になんかもっとレベルが高いんですよね。もうなんかもうその時代にもポケモンがとか言ってたりとか、あのまだアンパンマンでみんなまだプリキュア知らない時代にもプリキュアがとか、もうすんごいレベルが高いことを言ってましたね。で、ある時うちの子、これうちの子の話やけど、保育園に行って保育士さん先生にね、先生ここバイトって聞いたんですよね。2歳ですよこれバイトで、で先生も真面目、いや正社員って答えてほんなうちの子が店長優しいって店長じゃなくて園長やけどなみたいなね。これ結局あの大きい兄ちゃんがバイトに行ってて、店長ムカつくみたいな話をしてたんですよね。それをこう聞きかじって保育園で、あの先生バイトなん、店長優しいみたいな、園長先生優しいよみたいな、あの保育士さんも普通に答えてみたいなね。もうなんかね、第一子のお母さんが聞いたらもうやめてそんなこと教えるのって言われるかもしれないんですけど、どうしても大家族のお子さんたちは下の子たちになってくると大きい兄ちゃん姉ちゃんからいろんないいことも悪いことも吸収しちゃうんでね、まあ、そういうことを言ってしまうでね、まあ、そういう延長上できっと若いお母ちゃんを持つリリちゃんはチャラいんだけどっていうそんなことを言っちゃったんかなと思うんですけどね。ほんまにチャラいって言ってたら何を言ってたんや分からへんかって。でまあすず、うちの娘長女がね仕事から帰ってきてすずに言うたんですよ。リリがこの彼チャラいって言う、チャラいんだけどって言われてんけど何なんって言ったら、あそれこのカレー辛いんだけどって言ってるよもう即答で鈴が、あさすがお母様よくわかるね娘ね言ってること、あこのカレー辛いねんけどって言ってたんか、そこで初めてチャラいんだけどじゃなくて辛いんだけどって言ってたということが発覚しました。通訳してくれましたね。要はですね、いつも私はもうめんどくさいからその中辛のカレーに生卵とチーズを混ぜてビューってもうなんかドロドロな状態にして全然映えへん状態にして、で全然チャラくない状態のカレーにして出してあげるから、あの辛さが中辛が甘口にマイルドになっとったわけですよ。それを私の愛ゆえにね、あのイラン愛ゆえにチャラいカレーにしてしまったゆえに、今回はスクランブルエッグを添えてしまったわけよ。だからカレーが結局その中辛がマイルドに辛さが中和されへんかったんですよね。だからあのリリちゃんはおしゃれで可愛いのは嬉しいねんけど、いつもと違ってこれ辛いけどと、食べられへんねんけどということを言いたくて、このチャレチャラいんだけどって言われたということが後であのお母さん鈴の通訳で発覚したということでございました。まあ、たまには映えるカレーもええかと思うけど、もうそんなん言われてまでね、こんな一生懸命やってアホみたいなんで、次回からはまた中辛のカレーをご飯にぶっかけて、生卵を割ってチーズを混ぜてぐっちゃぐちゃにかき混ぜて出そうと思います。はい、12人産んだ助産師下子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。